皆様こんにちは。大紀元ニュースです。中国新疆ウイグル自治区政府は10月25日の記者会見でカシュガル地区で中共ウイルスの無症状感染者137人を新たに確認したと発表しました。当局は24日、同地区で無症状感染者1人を確認した後、 濃厚接触者を対象に PCR 検査を実施したところ陽性となった無症状感染者が100人以上増えたた。と発表しましま中国国内の専門家は新疆では3次感染が発生し他人への感染力が極めて強いスーパースプレッダーが存在しているとの見方を示しました。 中国メディアによるとカシュガル地区祖父県政府は感染の対応レベルを最高級に引き上げましたまたカシュガル地区の4つの鎮が25日以降感染の高リスク地域に指定されました新疆での無症状感染者の急増について上海にある福丹大学公共衛生学院の院長で 流行病学者の京慶吾氏は26日中国メディア中国新聞週刊に対して3次感染が発生している可能性があるとの見解を示しました。また重症急性呼吸器症候群 SARS 研究の重鎮である北京大学第一院の王孝発医師は関西メディア環球時報の取材に137件の感染事例から2次または3次感染が起き さらに多くの感染者がいる恐れがあると考えるスーパースプレッダーがいる可能性を排除できないと述べました王医師は今年1月中共ウイルスの発生地である湖北省武漢市で現地調査を行い感染拡大は制御できるとメディアに見解を示しましたしかし王氏自身がその後に感染し嘲症を引き起こしました 新疆ウイグル自治区政府が24日発表を行う前に地元の住民はすでに SNS 上で感染者が増えていると相次いで投稿しました。住民らの投稿によると当局は空港を封鎖しカシュガル地区への出入りを禁止しました。世界ウイグル人会議のスポークスマンディルクサット・ラクシット氏は大紀元に対して 中国当局が公表した感染者の人数は、実際より少ないと指摘しました。同氏は、当局が感染が急速拡大している状況を隠せなくなったため、やむを得ず発表したのではないかと推測しています。新疆のウルムチ市では、7月半ば、感染者が急増したため、市政府が戦時状態に入ったと宣言し、都市封鎖措置を実施しました。 カシュガル地区の感染拡大はウルムチ市と関係があるかないかについて現在不明です一方中国南部の雲南省では1月26日海外からの輸入型無症状感染者1人を確認したと発表しました同省では同日までに輸入型の新規感染者が3人無症状感染者が3人となっています 匿名希望の雲南省の住民は省内の中小都市で以前から感染が広がっている地方政府は感染状況を隠蔽していると大紀源に語りました中国指導部は今年5月アメリカなどの経済的デカップリングを意識し国内経済内循環を柱にする新発展モデルを提起しました しかし中国の専門家はこのほど中国の個人消費が低迷しており月収2000元約3万1590円以下の国民は人口の約半分にあたる7億1000万人いると指摘し内循環の実現は難しいとの見方を示しました習近平国家主席は5月半ば党中央政治局常務委員の会議で 国内と国際の総循環相互促進の新発展パターンを形成していくと初めて述べました習氏は産業サプライチェーンの安定性と競争力を高めることを支持しました習近平氏は5月下旬全国人民政治協商会議の経済界メンバーらと会談した際にも「国内の内循環を主体とし」 国内と国際の総循環相互促進の新発展パターンを次第に形成していくと発言しましたまた7月の党中央政治局会議でも同様の方針を繰り返しましたこれ以降中国国内メディアは内循環について頻繁に取り上げるようになりました内循環とは米中貿易戦やハイテク戦などを背景に 海外への輸出や投資を減らし、国内の生産、投資、個人消費、技術革新などを強化していくことで、一段と内需を刺激し、経済発展を維持することです。中国経済史在径は10月18日、中国経済体制改革研究会の元会長で、経済学者の宋章吾氏の寄稿を掲載しました。 総氏は中国の所得分配は非常に不公平で、所得格差が内循環を阻む主因になるとの見解を示しました。同氏は中国には潜在的な需要が大いにあるとしました。2019年中国国民の個人消費、対 GDP 比はわずか38.8%だ。 アメリカの68%ドイツの52%と韓国の49%よりはるかに低い2018年の統計によると1人当たりの収入水準でアメリカは中国の8.4倍だしかし同年の1人当たりの個人消費ではアメリカは中国の15.2倍となった 個人消費には経済成長を牽引し、国内内循環を促進する潜在的な可能性があると示しました。総氏は個人消費が低迷している主因は、所得格差にあると指摘しました。同氏は国家統計局の数値でさえ、所得格差を測る指標、時に係数は、過去20年間高水準を維持していると述べ、中国当局の統計では、2015年以降、 中国の時に係数は毎年微上昇している。2018年には0.468倍となったと指摘しました。また一部の研究機関が提供したデータでは、時に係数指標がもっと悪いと発言しました。蘇氏は北京市販大学収入分配研究院の6月の統計を引用しました。 これによると中国では月収500元約7800円以下の国民は1億1000万人で国民全体の7.5%を占めます。月収1000元約1万5700円以下の国民は3億1000万人で全体の23.5%で、月収2000元約3万1500円以下は7億1000万人で全体の50.7%となります。 宋庄吾氏は中国居民収入分配年度報告2019などを挙げ、近年中国国民の所得格差が一段と深刻化していると指摘しました。また2015年以降中国の2億9000万人の農民工の収入が減り続けています。さらに一部の地方政府が農民工や低収入の住民を 低ランク人口として都市部から追放したことで失業や貧困問題を激化させたと同氏は批判しましたアメリカ・ボストンコンサルティンググループ BCG の2006年の版グローバルウェルスレポートによると中国本土では0.4%の国民が中国の7割の富を保有しています一方、北京大学が2014年7月に発表した 中国民生発展報告2014によれば中国本土の貧困人口は少なくとも3億5000万人いて貧困層が持つ財産は中国人が持つ総財産の約1%しかなく所得の配分が非常に不均衡であることが分かります時事評論家の文章剛氏は大紀元に対して中国の所得階層別人口構成について 上位の富裕層の人口はわずかで、中間層は少なく、下位の貧困層が多くを占めるピラミッド型をしているとの見解を示しました。現状では個人消費の拡大による景気回復は望めない。文氏は高価な医療費や老後の資金を貯めるため、中国人の多くは消費したくてもできないと話しました。 10月27日の国際宗教自由デーに合わせて、アメリカ国務省が運営するウェブサイト、シェアアメリカは21日、アメリカ国務省のサム・ブラウンバック国際宗教自由大使のインタビュー記事を中国語と英語で掲載しました。ブラウンバック大使はインタビューの中で、中国共産党はファー・ルン・ゴン、ウイグル人、チベット人、キリスト教徒などの両親の囚人から強制的に臓器を摘出している。 これはすべてのの人々の良識に衝撃を与えるる行為であると厳しく批判しました道大使はまた「中共は中国全土のほぼすべての信仰を持つ人々に対する迫害を激化させており彼らはキリスト教徒への取り締まりを強化し教会を閉鎖しさらには平和的な信者まで逮捕している」「彼らは信仰に対する宣戦布告を行ったのだ」と指摘しました。 アメリカは宗教的抑圧の傍観者になるつもりはない宗教や信仰の自由の権利を行使しようと努力している人たちのために我々は戦わなければならない道徳的義務があると大使は表明しました2019年9月トランプ大統領は国連総会で信教の自由を促すイベントを開催した初のリーダーとしてトランプ政権はあらゆる信仰団体あるいは無信仰の人々も含めて 信教の自由を守り促進し続けると宣言しましたそして今年の6月信教の自由に関する行政命令に署名しましたまた今年2月に発足した国際宗教自由同盟は現在31カ国で構成されています中華民国もオブザーバーとして参加しています10月1日の中国の建国記念日にブランバック大使は在バチカン中華民国大使館でスピーチを行い バチカンに対して同盟への参加を呼びかけましたブラウンバック大使は第3回となるアメリカ国務省主催の宗教の自由を促進するための閣僚会議をポーランドで11月16日と17日に開催すると発表しました去年アメリカ国務省で開催された第2回の会議では少なくとも106カ国の代表者が参加しました中国人民銀行 デジタル通貨研究所の牧長春所長はこのほど中国本土で偽のスマホアプリデジタル人民元ウォレットが出回っており中央銀行は偽造防止の課題に直面していると明かしました中国メディアによると10月25日牧所長は中国のシンクタンクである中国金融40人論壇 CF40 が主催した金融フォーラムに出席しデジタル人民元について質問を受けた際に発言しました 報道を受けて、中国のネットユーザーは、「紙幣よりデジタル人民元はもっと偽造しやすい。デジタル人民元が安全ではないということだ。」などと声を上げました。さらに、中国当局に対して、「デジタル人民元の偽造防止技術を詳しく説明してほしい。」と求める声もあります。中国当局は10月中旬、新鮮市でスマホでデジタル人民元の利用を試験的に始めました。 人民銀行が抽選で同市の市民5万人に一人当たり200元、約3,150円が入ったデジタルウォレットを配布しました。当選者は定められた期間中、デジタル人民元が利用可能な3,000以上の店舗で買い物などができます。しかし、アメリカラジオフリーアジア RFA21 日付は、新鮮市のスーパーの従業員の話として、デジタル人民元の利便性は低いと報道しました。 同従業員はほとんどの市民は現金や WeChat Pay などの電子マネーを使っているどこの店に行っても電子マネーの QR コードが設置してあるから消費者も店側にとっても今電子マネーが一番便利だデジタル人民元を使える店は少ないので不便だと話しました一方、朴長春所長はデジタル人民元が導入されれば 中国国民が住宅購入、投資、外貨、両替などを行う場合でもデジタル人民元を利用できると強調しました中国当局はデジタル人民元の普及についてマネーロンダリングや汚職などの犯罪行為を防ぐためだと主張していますその一方で中国当局が資本流出や金融危機の発生による取り付け騒ぎを回避し国民の資金の流れを監視するため導入を決めたとの見方もあります